どうもどうも、ラビットです。皆さん見てください。これ何かわかります？これポケモンパンについてるデコキャラシールです。あのパンだけ食べて後でシール開ければいいやと思って貯めてたらですね、結局開けることなく11枚も溜まってしまいました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚ね。でね、これを一挙開封していこうと思います。何が出るか楽しみですね。じゃあ早速いきましょう。ちょっと最近ね、巷ではポケモンカード開封が流行ってますけど、ポチトラデコキャラシール開封動画です。よし、なんか物によってはね、なんかこってりしたパンについてたやつとかはぬるっとするんだよね。ちょっと表面がちょっとやだけどね。はい、じゃあ全部切り終えたので、これを、今から1枚ずつ見ていこうと思います。何が出るかな。こっちから見れば裏返しだよね。いくよ、せーの、ほい。お、ベベノム来た。かわいい。いいね。ちょっとこれ端っこ折れ曲がっちゃってるな。ベベノムかわいい。ちょっとムフフフって笑ってる感じですね。1枚目ベベノム、いいねいいね。そしてじゃあ2枚目いきます。くぜ、よ、せーの、ほい。お、ピー、かわいい。これ映画のやつだね。2018年映画公開。ピーは出てたかな。あの翡翠おばあちゃんについてってたっけ。あんま覚えてないな。まあピー出ましたね。じゃあ次3枚目いきます。せーの、ほい。お、メリープ、かわいい。これも映画仕様のやつですね。いいな、今回かわいいポケモン祭りだな。よし、じゃあサクサクいきましょう。次いきますよ、せーの、ほい。ミミッキュ来た。かわいいな。色違いみたいにくすんでるけど、これ多分通常色だよね。色違いもっとグレーだもんね。ミミッキュ、いいね。いいポケモンが多い今回。じゃあ次いきまーす。5枚目、せーの、ほい。お、トゲピー、チェッケチェッケプリー。全然似てないな。これカットした方がいいかもしれない、もしかしたら。トゲピー、かわいい。これも映画仕様。もうほんとね、いつ買ったパンについてたやつかも定かじゃないぐらい放置してたからな。なかなか後で開けよう後で開けようと思ってて開けずにいたからね。じゃあ6枚目、せーの、ほい。お、エンニュート、かっこいいね、このポーズ。エンニュートね、メスしかいないんだよね。ほんと絶対さ、ヤトウモリさ、なんかかっこいいポケモンに進化しそうだからっつってさ、わざわざオス捕まえた人とかいたとしたら涙目だよね。じゃあ次7枚目、せーの、ほい。バルキー、バルキーか。バルキーも出てたっけ映画に。ちょっとあんま覚えてないな。翡翠おばあちゃんのところにね、結構何匹も固まっていたからね。じゃあ次、8枚目かな。いきまーす、せーの、ほい。ニューラ来た。ニューラね、可愛くてかっこいいよね。これちょっと耳が長いからオスかな。これはメスはね、もっと耳が短いんだよね、この赤い場所が。これも映画仕様です。よし、じゃあ次、これ9枚目、いきますよ。残り3枚、せーの、ほい。そうなんす、かわいい。面白い、このひょっこりはんみたいにね、この黒いやつが、尻尾がひょっこりしてますね。ナイスひょっこり。おい、じゃあ残り2枚。いいね、ダブんないね。いきますよ、せーの、ほい。お、え、すげえこれ。なになになに、ポケモンパン発売20周年記念、豪華フォッコ&、ハリマロ&ケロマツ、すげえ。ケロマツのこの表情かわいい。いいね、これかわいい。これ一番お気に入りかもしれない。じゃあラスト1枚いきますね。せーの、ほい。お、ゼラオラ来た。すげえ、最後の最後に神ポケモン、今回の映画の主役ですね。いいね、これ最高の引きじゃん。はい、じゃあ全部で11枚開けましたけども、最後におさらいしましょう。まずベベノム UB ですね。アニメでもサトシの手持ちになってんのかな。ベベノム可愛いっすね。で P、 可愛いね。唯一の2文字の名前ポケモン。そして、メリープ、これね、金銀とかだと絶対みんなお世話になったよね。そしてミミッキュ。これね、今話題の、対戦でもね話題のポケモンですね。でトゲピー、かわいいな、トゲピー。はい、で次エンニュート、主ポケモンでね、
結構強かったよね。で、バルキーで、ニューラ横向きクール、そしてソーナンス、これ似てないな、カット案件なの。これほんと僕モノマネダメなんですよ。で、カロス御三家、いいね、20周年でカロス御三家を持ってくるんだ、めちゃめちゃいいね、3匹豪華版。そして最後、今回の映画の主役ゼラオラ、かっこいいっすね、かっこかわいい。という感じで、全11枚でした。こんな感じですね。久々になんかデコキャラシールの開封やったな。ぜひね、この動画面白かったっていう場合はチャンネル登録とかグッドボタン、コメントお願いします。それから普段は結構生配信でゲームとか、ポケモンのゲーム実況とかしてるんで、よければそちらも見に来てください。ではでは、さよならビット、またねー。